タケノコ食ってる、タケノコ飲んでるみたい。どうも、ロバスタジオのロバです。はい、今回は沖縄旅行編の第5弾ということで、こちら琉球村を見ていただこうと思います。琉球村っていうのはですね、昔の沖縄のね、まあ街並みというか、暮らしをちょっと再現したところでございます。千葉県にあるね、逃走中とかでね使われたことのあるね、房総の村、あれの沖縄版みたいな感じですね、言ってしまえば。はい、ということでね、昔のね沖縄の街並みを再現した琉球村、ぜひご覧ください。それではどうぞ。では行ってみましょう。冬ですよ今。蜜吸ってますね。あれは何ですかね。4回くらい。入ってみる？昔の豚の飼育小屋だって。狭い？広かったら入るの？サトウキビジュース買う？一個買えばいい。甘いのか？さっきのパインのところ。サトウキビジュース。すり切り一杯まだ入っとる。先取る？甘い？なんか甘い竹。何甘い竹って。どういうこと？青竹に甘い感じ、やっぱり。うん、なんかちょっと。あ、いらない。タケノコ食ってる。タケノコ飲んでるみたい。小さな置物が。あれは。引っ張って回してんだ。これでサトウキビを潰してるんだ。終了です。俺スーダメだからね。ラッキーこれ何ドンベ。
さらばさらば秋山市おやき繁盛まさる繁盛勝俣秋山市おやき繁盛